ハンバーグ、これがやばいんじゃない。はい、始まりましたエクスプロイン。今日は原宿の最近ねよく行っているステーキ屋さん鉄平さんにちょっとお邪魔して美味しいお肉を食べようかなと思っています。それでは行きましょう。表参道駅からも近いのかな。こちらです。あ、どうも。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 たまたま岡田さんがいます。あれ、あ、戻ってるか。あ、違うか。店の中に入ってきました。はい、今日は準レギュラーの準レギュラーの岡田が、はい、よろしくお願いします。もともと岡田が紹介してくれた店なんですけど、はい、渋谷区神宮前6丁目 6-2 ベルビアの地下1階、はい、岡田から紹介してもらって今日は4回目という僕もいっぱい付き人やってたので連れてもらったんですけど、こんなに通ってるの初めて見ました。秋山さん、最初はどういうきっかけで。僕の知り合いの社長がちょっとここに出資されてて、今日岡田君今度行こうよって連れてきてもらって、そしたらたまたまなんですけど高木さんからなぜか LINE が来て、はいはいはい、昔すごいファンだったらしくて、このお店の、はい、ちょっと久々にすごく来たいから今度一緒に行こうよって言われて、でちょうど秋山さんもそのタイミングで僕にSNS でお前いつもいいもんばっか食ってんなっていうのがあったから、ね、あ、じゃあ秋山さんも誘って行こうっていう経緯です、ね。あ、そうだね、はい、注文、はい、ステーキ鉄平という名前なんで鉄平ステーキをハラミとかも美味しそうですね。じゃあちょっと注文しましょう。はい、はい、オーナー、オーナー奥ちゃん、奥ちゃんです。小倉さんです。小倉さん、はい、こちらがごまだれです。ごまだれ、ごまだれ、こちらがバター醤油、バター醤油、これがレモンバター、レモンバターニンニク醤油です。ニンニク、あ、これが一番だね。これわかんないこれね。これ一番の。これ大根おろし。大根おろし。大根おろし、はい。これが一番やばい。やばい。やばいですね。何がやばいんですか。うまさがやばい。うまさがやばい。千枚。ステーキ屋さんで千枚って珍しいですよね。普通焼肉屋さんでね。あら、美味しそう。これからどんどんいきますよ。これはやばいな。ジャスモン。普通はこんな。つかないですね、はい、これは特別に、はい、5種類ね、はい、全部あやばい。これかかってんの何なんですか。牛タンと大豆です。使えるかガーリックドレッシングです。最高です。これがやばいんですよね。やばいやばい。通称麻薬、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 それぐらいハマっちゃうと。これは何ですか。牛カツ、牛カツ、とんかつは聞いたことありますけど、牛カツ、牛カツね、とっておきのハンバーグ、とっておき、とっておき、美味しそうこれ。ご飯ずっといけますね。こちらが下品のサーロインです。うん、サーロイン、サーロインすげえ、おお、美味しい、絶好調ね。このサラダは高木さんが最初に食べた時にすごい懐かしいって、なんなんなん。ガーリック結構効いてんだけど、うん、うまいな、うん、このソースだけ販売してほしいですね。ニンニクのちょっと辛みも入ってんだけど、はい、その辛みがすごくいい。はい、普通でこの量、普通でこの量、炊きまちょっと普通に、ちょっと普通に、ちょっと普通に炊きました、うん、すごい勢いやな。ヘレです。ヘレ。ヘレ。ヘレですか。これで、はい、これでジャブジャブ行きまして、はい、行きましてこれ。あ、マシそうよ、マシそうよ。おいしい。こっちか。これね。はい。いや、やばいわこれ。うん、うまい。もうお肉いっちゃいましたけど、この千枚がこれ最高なんで、これがもう絶妙に美味しいんで、この千枚はここに来たらもう絶対に食べてほしいです。めちゃくちゃ美味しい。これご飯にかけて。じゃあ
お前、まだな、あの殺しようがないの。奥ちゃんはあの奇跡界のあの武藤圭司って言われてるじゃん。見た目じゃなくてあの本当に足を人工関節入れてるっていう。これが一番人気の鉄平ステーキです。岡田ね、俺はさ肉のね、はい、うまそうな食もあるんだけど、はい、奥ちゃんがね俺よりも一個年下っていうのが一番の食だよ。そうですよと思って。逆に秋山さんが若く見えるんで。いや若く見えるっていうのは、多分でも俺も若い人から見たらあんな感じなの。こうお肉食べて若さをいっぱい出して。楽しましょう。今日ちょうどサプライズバースデーで、あとちょっとで大失態するとかだって。今日は岡田がねサプライズで、俺本当に電気消えた時マジで停電起こしたの。気が利くんですよ。こいつもね。もう絶対にバーニングと言ってもね、もうあの岡田がやってくれてんだなというか、丸分かりの。今日みたいなサプライズだったら、うん、多分身内しかいないし、まあ割と DDD 自体が結構やるじゃないですか。一回あの、そういうこと秋山さんの家の近くの、あの5、60人いる席のところで一回サプライズやったとき、その時はめちゃくちゃ恥ずかしそうにしました。あれは恥ずかしい。あれはちょっとね、早く終わってほしいと思います。顔はこんなんだけど、可愛い弟子ですよ。ありがとうございます。弟子が死んでしまう、うん、で、小橋さんと一緒に、もうそれは奥ちゃんがめちゃくちゃプロレスファンなんで、うん、小林さんも多分気に入ってくれると思うんで、ね、いやそれはそうですよ。俺なかなか気に入らないわって言うしね。はいはい、完食ペロッといっちゃうじゃん。いやもう最初切れた時に食えるから、ね、僕もちょっと思いました、ね。全然食えない。ペロッといっちゃいましたね。俺飯来た時もうわ飯多いって。あそうですね。いや結構嫌だ。全然食えない。はい。まあいろいろ俺もさステーキだと知ってるけど、はい、冷やすさこの味付け、はい、総合的にはもう一番うまいんじゃない。いやー嬉しいですね。すごい。ありがとう。オラゴーレの交差点からもうすぐなんで、はい、もうぜひステーキ鉄平原宿さんの方に。ぜひぜひ。飲んでたら合うかもかな。あ、そうですね。そっちゅう、そっちゅう。じゃあ、岡田、はい、今日もまたありがとうね。はい、ありがとうございました。またお願いします。また、じゃあ、エクスプレイ。イエーイ。